司祭とは、キリスト教における聖職者の理解の一つ。聖教会、東方諸教会、カトリック教会、聖公会に存在する。プロテスタントには、万人祭司の教理により、司祭がおらず、指導者として牧師がいる。以下の対象表は、教派ごとに異なる聖職者、教役者の故障についてのものであるが、そもそも司祭と牧師は位置づけ、理解が異なるものであり。 日本語以外の言語でも異なる名称が用いられている。他言語では同じ言葉を使っていても、日本語では教派ごとに別の訳語を用いているようなものとは違い。例えば英語では、牧師はパスターであり、司祭はプリーストである。パスターはカトリック教会では主任司祭であることにも、両者について等しい役割を持つものとは捉えられていないことが現れている。 結婚可否の聖教会、カトリック教会、聖公会対象表プロテスタントには、万人祭祀の教理をもとに、司祭制度はないため、対象表には、司祭制度を持つ、聖教会、カトリック教会、聖公会についてのみ含まれている。司祭と比較されることが多いプロテスタントにおける、教約者である牧師は、再大が可能。 神父は結婚できないといった記述が様々な媒体で参見されるが不十分な説明である。カトリック教会の神父は再退できないが、聖教会の神父は新品になる前であれば結婚でき、その上で結婚生活、家庭生活を営むことはできる。従って、聖教会の司祭はタスク祭になる前に結婚するかしないかを決心しなければならない。 各教派の比較詳細リアさを着用し、祭司ら家族と共に写っている、聖教会の司祭の写真。カトリック教会カトリック司祭オランダ、1964年カトリック教会において、司祭とは、司教、司祭、女祭と三つある、聖職委会のうちの一つ。すでに女祭に除解されているものが、除会の秘跡の中で司教の暗視を受けることで、司祭に除解される。 一般には、神父という継承で呼ばれる。司祭は、ミサをはじめとする秘籍を取り行うが、男性に限られ、修正独身であることが求められる。司祭は、教区に席を置いて、小教区で暮らす教区司祭と、修道会に属して、修道院で生活する修道司祭に分けられる。修道司祭は、製品、締結、従順の3つの修道誓願を立てている。 一般に、教会には、主任司祭がおり、教会の規模によっては、主任司祭を補佐する助任司祭がいることがある。教区司祭は、修道者のように製品の生願を立てたり、共同生活を送る義務はなく、教区管轄の司祭館や教会で生活することが多い。修道会に属する司祭の場合は、修道院内で、共同生活をしながら小教区や学校、諸施設などで、 死亡活動を行う。司災の独身性については、緩和を求める声もカトリック教会内部に存在する。現実に結婚により、司災をやめていく者も相当数いるとされる。一方で、家族を養う必要がないことで司災としての活動に集中できることや、司災が再退しないことで、信徒が司災の家族の生活を支える負担をしなくてよい、ことなど、 独身性の利点を指摘する声もある。成功会聖公会の司祭成功会における聖職者の理解の一つ。執事が主教から聖職者暗示を受けて司祭になる。司祭以上の聖職くらいのものは生産式を執行することができる。各教会の管理責任者である司祭は牧師と呼ばれるが、これはカトリック教会における主任司祭に相当する役職名であり。 プロテスタントにおける牧師とは全く異なる概念である。文書においては、教会牧師祭と記される。聖職者の暗種、女人は、聖伝的書式すなわち聖伝に準ずる、神秘的儀礼とされ、魂の刻印とみなされるため、教会での共同職を退いた後も、原則的に聖居するまでその地位は保たれる。それに対して、牧師は、あくまで役職であるため、 人が解かれたら牧師ではなくなる。司祭を呼ぶときは、先生や、司祭と呼ぶことが多く、かしこまった文書においては、司祭師と記される。稀には、神父、牧師も使われるが、神父は、日本では主に、ハイチャーチと呼ばれる教会において稀に用いられるほか、修道司祭を神父と呼ぶことが多い。英語圏では司祭に対する継承として、日本語の神父に相当する。 ファーザーと呼ぶことは比較的多い。聖公会の司祭は最大が認められている。また、ここ数十年の間の変革であるが、女性の聖職者への暗種、助人も認められつつある。聖教会、ブルガリア聖教会の司祭、大聖水式の後継、リアサの上からフェロン、エピタラヒリ、ポルージを着用している。 写真の主催のような採譜着用は、写真撮影のためなどのわずかな例外を除き、基本的には、方針例の中でのみ行われる。映画、聖院と等、聖王、米国、日本の各種媒体、作品において、採譜を完備した状態で世俗の集会に出席する、聖教会聖職者の姿が描かれている例が、参見されるが、実際には、そのようなことは、まずない。 ロシア正教会の店員。リアサを着用し、十字架を胸にかけただけの、方針例の場面以外での簡素な普段の姿。外洋正教会における新品の職分の一つ。主教による新品機密を受け司祭に、助成されてその人につく。継承は神父。司祭は、主教から、教会の巻会と機密を執行する権能を委任され、タスク祭の補助を受けて、これを行う。 女性の対象は、タスク祭であり、司祭になる前には必ず、タスク祭への助成を経ていなくてはならない。そのため、タスク祭でない者が、司祭に選ばれた場合であっても、タスク祭としてまず、のぶしされ、数日以上の時を置いてから司祭に、助成される。聖教会の司祭は、在属司祭と、修道司祭に分けられる。聖教会外の学会等では、白教習を、 白像、修道教習を黒像と呼び分けることがあるが、日本正教会でこの語彙が使われることは皆無である。在属司祭と修道司祭の間で執行する機密に異はない。在属司祭とその最大在属司祭はその功績によって上位の長司祭や首司祭に少女される。在属司祭には最帯が許されるが、結婚を望む者はタスク祭に、 女性される前に婚姻をしなければならない。そして再婚することはできない。また再婚者が司祭になることも禁止される。正教会においては、在属司祭のほとんどが再退している。修道司祭修道司祭は、修道士が司祭に任じられたものであり、独身を義務付けられる。在属司祭が修道生願を立てて修道司祭となることもあるが、未婚であるか。 もしくは配偶者と私別していることが条件である。修道司祭のみが主教に選出される資格を持つ。しかしながら、事情や状況でどうしても配偶者を持つ司祭を主教に、のぶしする必要がある場合、配偶者が事情を組んで同意すれば、婚姻を解消し、修道士の正願を立てることが、教会法で許されている。なお、この場合には、元配偶者にも、修道正願を立てて、 修道院に入ることが求められる。日本ハリストス正教会では、第二次大戦中、関係の圧力によって引退を余儀なくされたセルギーチ・チホーミーローフ主教に、代わって最大の在属司祭だった、長司祭予オノキ基一氏を主教に、戦慄するときにこの特例を適用した。オノ神父は、夫人との婚姻を解消し、主教、ニコライ・ノキイチとして、助成された。また、 修道司祭は、天員手のラインの順に少女された後、主教に、女性される。この異界は、ロシア正教会や日本ハリストス正教会の例であり、ギリシャ正教会など、他の正教会では、多少異なる部分がある。日本に正教を伝えた聖ニコライは、日本初渡航当時、ロシア正教会の修道司祭であり、かつ宣教師として、日本の宣教に当たった。足と、 生成者のタイトルをもって劣勢されている。ありがとうございます。